皆さんこんにちは。レック生理講師弁理士の納富です。2023年向けの、データから分析合否を分ける勉強法として、少し私の方から、お話をさせていただきたいと思います。方試験もですね、終わりまして、ホッとされている方とで、まあ、不安ですね、不安を生じている方といらっしゃるかと思います。で今年の本試験ですね、まずちょっと振り返っていき、それを踏まえてですね、来年、本試験を突破するために、まあ、どんな勉強法がいいのかということをですね、お話ししていきたいと思っています。ではちょっと画面の共有をですねさせていただきますね。はい。まず、最初に、まあ、担当試験のですね、公表というか、感想からですね、こう述べたレジュメになるんですけれども、まず担当試験はですね、今年、まあ、全体的な難易度は、まあ、やや優しい方だったかなと思います。まあ、それでも、まあ、ちょっとその気になるなっていうところがありまして、問題文の長い問題が散見されたということと、であと正答率の結構ばらつきがあるということですね。まあ、そのあたりが、まあ、ちょっと気になったところになります。で担当に関してはちょっとまた別途ですね、分析会などを行っていましたので、詳しいことはですね、そちらでお話ししてますので、まあ、ちょっと先にですね進めて、まあ、論文の、ね、勉強に関して中心になりますから、先に進めていきたいと思いますね。で特実に関しては、まあ、やや、まあ、難しいと、ちょっと細かい問題なんかもあった感じですよね。で論点が細かいというよりも、こんな条文からも結構出るんだっていうような、そういう出題条文の広さが気になったなというところです。でいくつあるか問題の、まあ、問題数は 65% ですから、まあ、半分をこう超えてるわけで、やはり特実は、まあ、全体のですね、ボーダー割るかどうかっていうところのキーになってくる領域ではないかということですね。で意匠法に関しては、まあ、やや優しいと書いてありますけれども、特実に結構連動するんですね。3つ目のポツのところにありますが、特許法と共通するテーマからの出題が目立ちます。でこれはもう最近ですね、特に3年ぐらいで、増えてきた傾向なので、まあ、よその範囲って言えばですね、よその範囲なんですけれども、まあ、なのでですね、特許でやっぱりこう難しさがあるとですね、特許で点数を取りにくい傾向にあると、意匠法にもですねここは影響してくると、やはりその連動してくるというところがポイントになりますので、まあ、特許を得意にすることがですね、意匠法でも点数を伸ばすコツということが言えるんじゃないかなと思います。であとやはりですね、これ、まあ、論文試験での出題の布石だったということになるんですけど、ジュネーブですね、このジュネーブが結構気になったんですよね、今年の担当試験ね。で1問ジュネーブの問題がこうドンと5枝で出てるっていうことではなくて、その3条の2だったり、いろんなテーマのところ3問にジュネーブの問題が枝別にまたがるというような出題のされ方がしていました。でこれはやっぱ初めての試みですし、まあね、ジュネーブを例えば捨ててたとするじゃないですか。でそうするとジュネーブだけで大問1個5枝っていうことであればですよ、捨ててたとしても1点を失うだけで済んだんですね。でそれがやっぱ3問にまたがることによって3点を失う可能性が出てくるということがやっぱりすごく悩ましい科目だったんですよね。ですから、まあ、これは試験員からすると、まあ、条約捨てないでねとね、やはり、ね、大事だよと、で論文でも出すよっていう、そういう布石だったなというふうに思ってます。で実際、まあ、私も論文の山当て講座でジュネーブは予想していましたし、うん、まあ、予想通りだったなというふうに思っていますね。で次に商標なんですけど、細かさはなくなったんですよね。で、まあ、権利化前と権利化後でなんていうんですかね、こうバランスがいいと
いうような、まあ、出題範囲だったなと思ってます。窓プロも一問出てましたけど、やはりね、商標でも窓プロ絡みの問題を挙げてたのは山手交差でも予想通りだったので、まあ、そこは私もね、予想範囲だったなという感想なんですけれども、まあ、権利化前と権利化後で比べても、昔だとね、やっぱ担当試験で商標法っていうと、もう3条とか4条の審査基準オンパレード の時代もあったんですよ。でそれがなくなって、やっぱ普通に条文ベース でその後のポツにも書いてますけど、判例もそんなに著名なものしか出ないというね、がそんなにこう難しさを感じなかったなというのが商標法です。ただですね、まあ、それでも、うん、平均点というか、受験生の手応えとか、実際、まあ、その正答率とかですね、高くないんですね、商標は。うん、だから合格してる方でも5点とか6点とかザラで、7点以上取ってる方が本当にあんまりいらっしゃらないというね、そういう科目になってしまったんですね。で、それは何が原因なのかっていうところですけど、やっぱり傾向が変わったところについてきてない。いや、3条とか4条をやっぱりこう中心にやってると、なかなかその権利化後のところで点数が取れませんので、まあそういうちょっと傾向にね、ついてきてないなっていうのが、やっぱありましたね。まあここはだから考えていかなきゃいけないですね。来年に向けてですね。で次に条約なんですけれども、条約は予定通りの出題と書いてありますが、実際私の担当ゼミ生なんかでも担当ゼミでやった範囲から出たので、まあ、PCT バッチリだったっていう人かなり多かったんですね。で私は別に山当てたわけではなくて、まあ、PCT であればここをやっておけば点数取れるっていうことが分かってますので、だからまあ別にその山当てのレベルに至らなくてもですね、普通に出るとこ分かってれば、まあ、その点差取れる科目じゃないかなと思ってます。これは別に今年に限ったことじゃないですね。で2つ目はパリは去年よりはなんと書いてあるんですけど、細かさというよりもちょっとその出題された条文がですね、まあ、パリで、まあ、出されても仕方ないと思うんですけれども、ちょっと予想よりも難しかったかなと、そこを出すんだなっていうようなね、そういうところがあったかなと思います。まあでもパリは出題問題数が少ないですので、そんなに気にしなくていいかなと。でそれよりもトリップスですよね。トリップスは去年もそうだったんですけど、私まあ大体もうトリップスはここが出るよっていうような感じで言っちゃうんですけれども、条文数は多いけど、でも大体ねその対策しやすいんですよ。どの辺から出るっていうのが割とはっきりと最近してるんですね。パリよりもしてると思います。ですからそんなに難しかったっていうような声はトリプスに関しては聞かれないですね。だからまず条約対策として中心になるのは PCT ですから、 PCT をしっかりとやっていただいて、でトリプスは、まあ、外しても2分の1は取れるよっていうような感じの勉強の仕方ができますの で、まあ、パリもね、まあ、2問のうち、まあ、2分の1取れればいい話なので、そんなに条約に関しては目立った難しさってものは感じなかったかなと思います。で、チョフですね。チョフが毎年結構難易度が変わるんですよね。で、チョフといっても不正競争防止法はまあ例年通りかなと思ってるんですが、著作は去年がすごい難しかった。講師の間でもその問題の回答が割れたぐらい、速報会でちょっと割れたぐらいですね、難しかった。でも今年は若干優しくなったかなと思うんですけど、ただですね、そんなに極端には優しくならなかったですよね。だからあんまりチョフがすごい簡単だったわっていうような方はいらっしゃらなくて、なんか手応えがなく帰ってきたんだけど、結果を見ればまあ5点6点は取れてたみたいな方が圧倒的に多かったかなと思います。まあ、それでもね、足切られた人っていうのはほとんどいらっしゃらないんですよ。私の中上級生でまだ一人も不調で足切りに遭いましたという人いらっしゃらないので、なのでベーシックもですよ、ベーシックももちろんですけど、だからまあまあまあ それなりにやってれば大丈夫な科目なのかなっていうところは例年通りですね。はい。で枝別のその個数の分析なんですけれども、まあ、ちょっと見ていただければいいかなと思います。で択一なのか個数問題なのかでやっぱりその難易度っていうものは変わってくるんで、まあ、そこのパーセンテージによって
ちょっとそのやや難になったり、まあ、やや優しくなったりするところはあるんですけれども、あとその出典の部分でですね、あの審査基準から出てるっていうところがあんまりないの分かりますよね。アホンとかね、アホンにしか書いてないことから出てるとかね、ほとんどないんですよね。で、商標で、まあ、3枝判例が出てって、特実で2枝判例出てますけど、どれもその別になんか、こんなのから出たのみたいなところがなくですね、あのサプライズはなかった感じですね。だからその審査基準とかも含めて条文以外のところのサプライズはなかったので、あのやっぱりその最近そうなんですけど、やっぱり条文をうまく、ね、複数組み合わせて出題されるっていう傾向にあるんで、まあ、そういう対策をですね、担当試験ではやっぱり中心となるかなと。あんまり手を広げても仕方なくて、やっぱりその条文ベースでですね、あの私が提供しているその N プロシートとか条文穴埋め問題集とか、そういったようなものをですね、しっかり仕上げていくっていうことが、まあ、今年の本試験の傾向に、今年というよりもまあ近年のですね、本試験の傾向にあった勉強じゃないかなってことを裏付けられたんじゃないかなと思っています。これが担当試験です。で、次にその論文試験の傾向、今年のものもちょっと踏まえて、分析表に加えたんですけれども、まあ、令和4年から遡って23年までですね、問題のその、まあ、なんというかカテゴリーですね、それに分けたものになります。で、見てわかるように、どこかのマス目が空欄になってるっていう年はほとんどなくて、あったとしても手続き部分なんですね。で、この手続き部分というのは、あの一般には、前置審査の流れの説明だったり、審判の流れの説明だったり、そういったものです。で、今年はあの国内法手続きが出ていましたので、まあ、ここに入れるのか、そっちに入れるのか、すごい悩んだんですけれども、まあ、ちょっと結果として両方に入れておりますが、まあ、手続きのところでパラパラこう出てない年がやっぱりあるんですけど、他のところは全部ですね、埋まってると思うんですよね。で、例えばこの1行基本問題が結構こう膨らんでる、たくさん埋まってるような年もこう続いてたんですけど、最近ちょっとこう寂しくなってるの分かりますかね。うん、で、今年は衣装の1問目で類似で、商標の1問目のところで、更新ですね、が出ていまして、まあまあ、そこも予想の範囲です。遺書の類似は私、山当てでバッチリ当てていきましたので、そんなに難はなかったはずですよね。で、商標も、山当てのところのレジュメに当然挙げていましたので、そんなに、ここは苦労しなかったんじゃないかなと思ってます。で、正直ね、ここ何が出るかっていうことは、1年をかけてやるっていうよりも、まあ、こういう、いわゆるその、ね、答案構成の練習をしながら、まあ、論文の勉強していくっていう中心になるアウトプットの勉強の中で、そのちょくちょくフォローをしながら1年間過ごしていくっていうのが、やっぱり一行基本問題なんですよ。だから私の中上級のクラスだと、フィリングシートを使っていきますけれども、そのフィリングシートの中に、まあ、出てこないようなものがですね、ここにあるかと、ここで出てるかって、まあないんですよね。ですから、まあそのフィリングシートっていうのは、そのアウトプットするために必要なこう材料をまとめたもの、各材料をまとめたものですから、アウトプットをこう中心にしながら、フィリングシートで、こうインプットを後追いでやっていくと。で、その中で自然とこの辺はやっていけます。で、やっていった中で、やっぱりこう、覚えたそばから忘れていくっていうのは普通の現象ですから、その覚えたものをフォローする機会ってものは当然必要なんですけれども、だからといって一年中この一行基本問題に時間を割くかっていうと、やっぱりそうではなくて、まあ最終的にやっぱり私の山当てとかいったもので、まあ私がある程度責任を負うしかないかなと思ってる部分なんですね。ここは当てていくしかないかなと思ってる部分です。で、仮に外したとしても、そこはもう受講生の数からしてもですね、まあ少なくとも中上級生の、なんていうんですかね、そのクラスでね、うちのクラス以上のクラスはないわけですよ、人数的に。だから、仮に、私のクラスのレジュメでかすりもしてないようなものが本試で出たとしても影響ないと思います。
ちょっと傲慢に聞こえるかもしれませんけれども、本試験でね、担当試験と違って論文試験はやっぱり対処によるってことが大事でね、みんなが知ってることを知らないことが一番のリスク で、逆にみんなが知らないことを知っててもあんまメリットないわけですよね。ですから対処に寄ってくれればこの辺の知識面っていうのは問題ないはずなんで、なのでしっかりとここはフォローができると思っていただいていいと思います。そのクラスの中でねできるというふうに思っていただいて、いいんじゃないかなと思います。で次にですね、この事案解決っていうのがその担当試験のあれですね、知識を使っていくようなそういったものになりますね。担当試験のその知識を使っていくようなそういうものですね。今年で言うと特実の肉の2とか39条とかそのあたりだったりとか、あと初めのあれですね、優先権の問題とか優先権選ぶ問題とかそういったものは言った担当知識ですよね。だからそこ間違うってことはその論文プロパーの問題ではなくて、やっぱりその担当知識が足りない、もしくはもともとあったんだけど落ちてきているってことが、原因でしょうから、そういったその担当の知識面をやっぱり充実させるっていうことがこの事案解決問題に強くなるコツであり、でそれしかないと思います。であとはやっぱりこの事案解決措置論述っていうのは答案構成がやっぱり大事になってくる、手続きも含めてですけど、一行基本問題以外は答案構成が大事になってくるので、やっぱりきちんと構成ができている答案なのかそうなんじゃないのかということで事実上点数にやっぱり差がついてきますから、その辺の練習をしながら、担当の勉強をですね、やっぱりこう詰めていくっていうことがこの辺の対策になるんですね。でもうほぼ出ますんで、ここは商標もここに入れてもいいかなっていう問題も多少あったんですけど、商標の問題でも、ね、一応入れてはいませんけど、でも本当は例えばその金銭的請求権の判断だったりとかそういうのっていうのはここにも上がってくる話なので、全く絡まないわけじゃないから、どの法域も絡むと思っていただいていいカテゴリーになってきますね。で措置問題は見てわかるように最近ちょっと細々としてましたけど、結構出てますよね、過去をさかのぼるとね。で私が受験生の頃なんかはやっぱり一行問題からその事例問題へこう移行したてぐらいの時代だったので、特にそのまだ担当試験の免除制度もない時代でしたから、事案解決よりも措置の方が主流で、措置問題を制すものは本試験を制すっていうふうに言われてたぐらいです。今はやっぱり担当試験の免除制度ができてから圧倒的にやっぱり事案解決問題が増えてですね、ちゃんと知識が維持できてるか間違わないかってことすごい重要になってきてますけど、やっぱりそれでも弁理士としてのその実務に直結するのはやっぱ措置なんでね、だどれだけ解決策をきちんと想定できるか上げられるかってことはやっぱ実務能力じゃないですか。でその場その場で思いついたものがあって、思いつかなかったものをお客さんに提示しなければ当然そのお客さん損するわけで、実務家としての能力っていう部分にやっぱりこうでちょっと疑問がつきますよね。ですからその実務家としての能力をやっぱり的確に表せるのって措置問題ですから、措置問題はやっぱり避けて通れない、必ず出ると思っておいていいと思います。ですから措置問題対策もすごく大事ですよね。で次に論述なんですけど、今年はねやっぱちょっと論述傾向にあって、これも試験の構成にもう絶対起因してると思ってるんですね。近年徐々にではあったんですけど、弁護士の先生がやっぱ多いです最近、すごく多いですね。弁護士弁理士だったり、弁理士じゃなくて本当に弁護士だったり元裁判官だったりとかですね、多いです。であと次にやっぱ多いのが特許庁内の方ですね、審判官とか審査官とかなんですけど、傾向を見る限りにおいては
あんまり町内の方は問題作成に携わってないんじゃないかなっていう気がします。やっぱりこういっちゃなんですけど、少し人数合わせ的なことあると思うんですよね、町内の方を入れるっていうのは。ですからやっぱりわざわざ外部から招聘された先生方がやっぱり中心になるっていうのは自然な考えだと思うの で、そうなると外部から招聘されたなっていう先生の中ではやっぱり弁護士の方がすごく多いんですね。だから今年損害賠償が目立ちましたし、あとやっぱり私がすごく気になったのは司法試験みたいな作り方をですね、特事との2問目なんかはしてましたね。司法試験の知的財産法の問題っていうのはやたら事例化が具体的なんですね。でもどの先生方かね、分かんないけど実務で何かやったことがあるのかなみたいな、そういう具体的な問題なんですよ、司法試験の問題って。だから事例化が非常に強いんですよね。で弁理士はどっちかっていうとなんかそういう傾向が薄くて、そんなにその事例に深くこう気持ちも意識も入り込まなくても、なんかその表面的に解けるっていうような問題がやっぱ多かったんですけど、今年はその権利化後侵害場面、要は損害賠償のところとかですね、まあ金銭的請求権もそうなんですけれども、なんかその事例化が強くて、で弁理士というよりも弁護士の先生の匂いがすごくするなっていう感じです。で試験の構成によってその辺もちょっと変わってきますしね。まあ傾向っていうものはだいたい試験の先生って任期が2年ですから、まあ極端な話やっぱり2年で辞められる先生も多いので、そうなるとやっぱりその傾向もコロ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 変わりますから、一概に来年はこうですよっていうふうには言えないんですけれども、ただやっぱりそういう問題にも対応できる力は必要かなと思いますね。弁護士の先生が減るっていうことはあんまないんじゃないかなっていうふうに思っていて、ですからまあやっぱりそういう問題が出てもおかしくない、今後もおかしくないし、で対応できる力はやっぱり常につけておく必要があるかなと思ってますね。で最後に手続きなんですけど、これやっぱりねちょっと町内の匂いはやっぱりしますよね。でやっぱり弁理士として手続き法だから特許法なんていうのは、まあ、そういうところのベーシックな力を試すってことはやっぱりあるのかなと。まあ出てない年とかもあるし、措置に含めてもいいんですよね、今年の問題なんかは。まあまあ必要なのかなっていうところですね。で合否を分ける勉強法として、やっぱりいつも言ってますけど大事なのは、あまりこう手を広げすぎないっていうことは当然大事になってきます。あれこれあれこれ知ってる必要はなくて、でむしろ私なんかは、少しやっぱりちょっとやりすぎたかなって思うのは実は判例なんですよね、直前期向けのものとかで。で割とこう手を広げてこれも知っといてあれも知っといてっていう感じの判例に関してはレジュメを出したんですよね。でそれはまあ、アップルサムソンが出た年も結局は知らなくても何でもなかった年なんですけど、それでもやっぱ知らないことに不安がある受験生がやっぱ多いので、実際合否にそんなん知らなくてもね、みんな知らないんだからって言っても、でもやっぱり知っておいて方が精神安定的にもいいし、で万が一出た時にやっぱり自分のクラスかなり大きいですから、その影響があるよねっていうのはやっぱり自覚してるんで、なのでちょっとね私は臆病になりすぎた部分が今年はあってですね、判例をちょっと多く、ね、手を広げすぎたなと正直思っているんですよ。だけど実際はそうじゃなくて、もう本当に狭い範囲でよかったし、でむしろやっぱりその深く事例化されても応用できる基礎力っていうものを磨いてよかったなと思うんですよね、本当はね、直前期だからこそ。ですからやっぱり日頃からもやっぱその方針は貫くべきで、しっかりと深く確実にしていくと、まあ、どんな問題が出てもやっぱり対応できる応用力っていうものが
やっぱり必要で、付け焼き刃的にこれをなんか覚えておいてねみたいな、そう表面的な勉強はやっぱりすべきじゃないなと思っています。であと過去問の使い方ってことなんですけれども、過去問学習っていうのはそのまま点数にはつながりません。そのまま出ないので、ですからその論点のサイクルをこう当てていく場面だったりとか、あとはそのやっぱり日頃の勉強の使い方としてはですね、解決するっていうその処理スピードを上げていくために、まあ演習をするっていうね、そういうツールで使っていくってことは大事だと思うし、でそういう使い方をすべきだと思うんですよね。ですから過去問なんかも講座の中ではどんどんやっていきます。アウトプットテキストの中にも当然入ってますし、どんどんやっていきますので、ただそれはそれを通じてインプットするというよりも、どちらかというとやっぱりその処理能力っていうものをつけていくためのツールとしてですね、使っていこうと思っています。で論文対策として必要なこと、私、まあ、最近ねよく格言のように言うんですけれども、楽は苦の種、苦は楽の種っていうことを伝えるんですね。まあ、意味はもうパッとね日本語的に取っていただければわかると思うんですが、今楽をすると結局まあその本番直前期に苦労しますよと、で今しっかり苦労しておけばあと楽になりますよっていう意味なんですね。で論文試験はその担当試験と違って1日1点上げるものではありません、というか上がりません。担当試験は1日1点上がっていく勉強なので、まあ極端な話3月に入ってからでも勉強して間に合うと思うし、昔の受験生なんかは割と合格経験あるともうゴールデンウィークからやるっていう感じだったんですよね。それはやっぱり1日1点上げられる短期決戦の試験種だっていうことなんですよ。だけども論文はやっぱりそうではなくて、やっぱりある程度長期的に準備をしていかなければ点数は取れないと思いますので、しっかりその準備をしましょうということです。まあ、早めにね、早めにしておくってことですね。特に答案構成力とか大把握力っていうのは一朝一夕で身につくものではないので、やっぱある程度こう長期戦でやっていくそのやり方っていうものを習得し、で年明けの論文実践答練でそれをこう確かめ、応用力を身につけていくっていうような段階を踏んでいくべきなんですよね。でまずその準備の内容は当然インプットとアウトプットに分かれるんですけれども、インプットはもう8割方担当知識です。だから担当から受けられる方は担当の勉強しっかりすることが論文につながります。で免除の方は逆にそこが弱くて、今年例えば、ね、免除の方ほど優先権を国有と書いてしまったりとかですね、そうミスをやってるんですね。うん、でやっぱりそういうミスをやってるようだとなかなか受からない試験ですから、しっかりやっぱ担当知識を備えていく、でフォローをやっぱ続けていくってことが大事です。で特に免除になった点数が39とか40で受かったっていう人は、私、まあ、正直なすごい気持ちで言うと受かっちゃったっていうイメージなんですよ。うん、でそのまま、ね、論文受かればいいんですけど、1年ないしは2年寝かしてしまう、免除の期間を使ってしまうってなると、もっと担当知識落ちていきますよ。うん、ですから、しっかりやっぱりそこはフォローを1年間かけてやるべき。よく建前的にね、こう担当受けなくても担当受ける気持ちでやりましょうって言いますけど、うん、本当にそうなんですよね。担当受かったとしてが論文一番受かりやすいですから。ですからもう本当にその免除の点数があんまりこう余裕なく受かった方ですよね。でそういう方に関してはもうしっかり担当の勉強をしてフォローをしてやっていただきたいと思います。で、次にアウトプットですけども、ここはですね、答案構成の練習をしていきましょうです。で、書き方がうまいとかそういうものじゃなくて、どう書くかより何を書くかが問題になる試験ですから、しっかりと、そういう訓練をしていくっていうことですよね。何聞かれてんのかっていうこと。で、答案構成はやっぱりシステマティックにやっていかなければいけなくて、これまた、次のページのところに書いてありますけれども、事案解決のところですよね。で、これだと、やっぱり、総当たり表でやっていくし、
で、措置問題だとチェックリストですよね。これでやっていくし。うん、で、論述系だと、まあ、N 式フローチャートって書いてありますけれども、フローチャートですね。これを使っていくし。で、手続き系だと、まあ、規制のですね、フローチャートっていうのは、例えば、向こう審判だと、審判みんなのところに基本フローがありますから、それを使っていくとかですね。そういったもうやり方があるんですよね。で、それをやっぱりこう、パターン別に習得していくってことが、システマティックにやっていく話なので、それをですね、その講座の中でしっかりとやっていただきたいと。まあ、やっていただきたいというよりも私がレクチャーするんですけれども、一緒にやっていきましょうということなんですね。はい。今までのところで、まあ、大体その論文の傾向を踏まえて、まあ、どういった勉強が必要なのかっていうことを簡単にお伝えしました。で、その中で、やっぱり皆さんの現実的な問題としてですね、毎日毎日のその勉強量だったりとか、その勉強内容ですよね。そういったようなものが、どれくらい必要でどんなことをするのかっていうことは、やっぱりこう悩みどころだし、で、中上級になってもそこは、これで大丈夫なんだろうか、これぐらいの量でいいんだろうか、内容はこれでいいんだろうかっていうところが、やっぱり悩むべきポイントだと思うんですよね。ですから、しっかりと、やっぱそこはですね、私の方でスケジュールでフォローしていこうと思っています。で、あとは、例年にないちょっと試みなんですけれども、ベーシック、うちのクラスのベーシックの方はですね、まあ、毎月とは言わず、格付けぐらいで、フォローアップ相談会というものを実施してきました。勉強法だったりとか、まあ、内容的には例えばモチベーションの維持だったりとか、まあ、そういうことは中心になるんですけれども、そういう相談をですね、匿名の質問カードに書いていただいて、で、私の方で、まあ、似たようなこう質問があればまとめて答えるみたいな、そういう会議を実施してきたんですね。で、ベーシックの方は本当に右も左もわからないし、まだこう、お友達もいない中でなので、必要かなということでも長年、うちのクラスで実施してきてるんですけれども、でも、中上級だからといってですね、みんながみんな、じゃあ、ね、こう、相談できる環境がもうすでにあるということはないですよね。で、むしろね、中上級だからこそ悩みはこう多くなってくるのかなと、いろいろ知るから、その知らないうちはなんか知らぬが仏みたいな感じでね、過ごしてこれたんだけれども、だけど知ったから逆にこう不安が出てくるっていう部分もあるので、なのでそういうところをですね、ちょっとこうやっていこうかなと、フォローアップ相談会で拾っていこうかなというふうに思ってます。うん、あとは、まあ、論文用の N プロシートだったりとか、で、まあ、判例集だったりとかですね、そういったものもそうですし、で、あと、今年は、趣旨集ですね、趣旨の穴埋め集を採用してます。で、これは、まあ、一行問題っていうのは、まあ、冒頭でも言ったようにですね、まあ、そんなに困ることないんですよ。結果、蓋開けてみると、それ、なんか全然手がつかなかったみたいな問題が出ることってないんですよ。だけど、それはやっぱりある程度勉強してるからこそなんですよね。で、どこまで覚えたらいいんだろうとか、その趣旨の中でどの部分は再現しなきゃいけなくて、他は別にどこの部分は自分の言葉でいいんだろうみたいな、キーになる言葉に結構固執される方が多いんですよね。どの言葉を覚えなきゃいけないのかみたいな。どれがキーワードになるんだろうって端的に言うとですね、で、そういうことに悩みを持たれてしまうと、うん、なんていうか、そんなことをはっきり言ってどうでもいいんだよっていうことに悩みを持たれると大事なことが抜けてしまうこともあるので、なので本来は私はそんな趣旨なんて、なんていうのかな、ストーリーさえ合ってればいいっていう考え方なんですよね。で、実際それでみんな合格してるし、実際再現を見て、で、合格者を見てるからこそ分かるんですけれども、そんなことに固執しなくても全然いいんですよ。で、先生によってはこれキーワードだから覚えろとか、なんかそういうインプットにこうなんていうかね、こう厳しく言われる先生もいらっしゃるようですけど、私全くそういう考えじゃないんですね。だけど受験生の方がやっぱりなんか一部そういうことがあると、逆になんかそこに時間を使いすぎている不安があると、
時間使いすぎてるなっていうふうに感じるんで、なのでもうこっちで答えを出しちゃおうかなと、うん、別にそこまでそのコスする必要ないんだけれども、あのまあ必要ないからこそ最低限これが要は最低限の正解なんだよって示してあげた方が安心なのかな、もう本当に安心材料のためなんですけど、だから今年の私の中上級のテーマは安心なんですよ、安心、うん、だから心のフォローなんかも含めてフォローアップ相談会の新設だったり、中上級なんですね、新設だったりとかで、趣旨の穴埋め問題集だったりとか、本当にあの安心させるっていうことをあのテーマに、自分のテーマにですね掲げて中上級の講座をリニューアルしました、うん、なのであの、まあ、不安な人たくさん来ていただきたいなと思うし、あのきっと安心できるじゃないかなと、安心して本試験に迎えるんじゃないかなというふうに思っています。はい、では、間もなくですね、中上級の講座も開講いたします。あの担当の講座も開講したんですけれども、あの今年もね、あのまだちょっとコロナ禍にはありますが、目標その中でいっぱいあの来ていただきまして、皆さんのやる気をですねあのひしひしと感じて開講を迎えましたので、またあのロムの講座もですね、すごく楽しみにしております。はい、では、皆さん1年間ですね、一緒に合格に向かって頑張っていきましょう。以上です。お疲れ様でした。